生死六十以後猿楽談議、通称、猿楽談議は、室町時代に成立した、ゼアミの芸談を出録した能楽の伝書、芸道論。影響を年十一月、ゼアミの次男で、関瀬座の太鼓役者であった、関瀬七郎元義が、父が、これまで語った芸談を出録、整理して、ゼアミに送ったものである。題名に、聖死六十以後とあるように、すなわち、 関西大部の地位を長男の元宮美に譲り、出家した60歳より、後の世阿弥の芸論を伝える書である。口述のように他の伝書とは異なり、世阿弥自身の筆によるものではない。また、聞き書きをそのまま収録したものであることから、やや意味を捉えづらい、難解な点も多く、現在に至るまで塾をめぐり議論が続いている箇所も少なくない。しかし、 ゼアミの実体験に基づく貴重な時期は多く収録しており、ゼアミ自身の著述と同様か、あるいはそれ以上に重視されている。また中世の芸能を知る上でも、欠かせない一書である。父、カンアミから、カンゼザを受け継いだゼアミは、ライバルであった田楽、大見猿楽などの芸を取り入れながら、和歌や古典を通じて得た貴族的教養を活かし、猿楽を芸能。 理論の両面から耐性させることに心血を注いだ。その結晶として、欧米6年には、足利義満の講演で3日間の肝心猿楽を演じ、名実ともに芸能界の頂点に立つとともに、その翌年には、史上最初の農学論書である、風刺家伝を執筆したのである。ゼアミは、欧米29年頃、60歳前後で出家する。 以後も猿学会の第一人者として、思う気をなす一方、後継者の元宮美、老いの本重、女性のコンパル全築、そして、談義の著者である元吉など次世代の農学士たちの指導に励んだ。そのために、家境、至り花道、三道などの伝承を執筆し、自己の農学理論の継承と座の繁栄を、盤石たらしめんとした。前日の通り、段義が扱うのは、 この時期、すなわち60歳から68歳頃までのゼアミの芸団である。優れた後継者も得て、関税座は安泰化に見えたが、大三35年、足利義持が死に、弟義則が将軍に就くと、義則の長愛は音網に注がれ、本家であるゼアミ元宮美夫氏は強い圧迫を受けることとなった。本庁が成立する前年の影響元年には、 世阿弥夫氏は、戦闘御所での縁納を強引に中止させられ、また翌2年には、第五次清滝宮の落頭職を奪われた。世阿弥の次男である元吉は、こうした状況に絶望し、ついに芸の道を断念し、出家遁世を決意した。そしてその石仏の字となったのが、本書、猿楽談義である。元吉はこれまで父の教えをおろそかにしなかった、し立てとして、その聞き書きを、 本の形にして送り、父と芸の道への永遠の別れを告げたのである。なお続く影響を4年には、大部の元宮美が、伊勢で、隠し、5年にはついに、関税大部の地位を、音網に奪われるとともに、ゼ網は、佐渡に留罪となり、その後表舞台に戻ることなく死去した。なお後に元吉は、元宮美の維持、十郎大部を助けて、落ち関よに参加し、芸界に復帰したらしい。 冒頭でまず語られるのは、猿楽とは、猿楽であり、すなわち神楽であるという主張である。従って、猿楽が中心とすべくは、舞と歌であるとする。そのために、イタリー花道などで理論化された、二曲三体の修道を行うよう、過去の著作を引用しつつ説いている。ついで述べられるのは、東道の先祖、すなわち、脳の先駆者たちの芸風についての解説である。 ここで挙げられているのは、伝学の一中、木屋、阿弥大見猿学の道弥そして父である阿弥伝学、猿学を問わず、名手と呼ばれた人々が挙げられており、世弥が幅広く選抜を参考にし、芸を盗んだことがわかる。また、吉光との出会いの前に没していた、佐々木道与から一中についての話を聞いたこと、十二歳の時に、 キアの舞台を見たことが記されているなど、少年時代の記憶も興味深い。以上が序論とでも言うべき部分で、以下は全31条に分けられ、脳を演じる上、作る上での注意を、具体的な事例を交えつつ小説している。第1条として、演納上における細かな所作について、像網の実例などを交えての注意。第2条はいかに風手。 風情を感じさせるかについて、具体的な曲を挙げながらの指導。第3条は、新婚、すなわち、洋曲の文字を、いかに表現するかについて、やはり具体的な曲を挙げて説明する。またこの条では、隅田川をめぐり元宮人の間に、意見の対立があったことや、また世阿弥が吉光の午前で、摂津ル学の江波と共演したとき、わざと舞を止めて、 えなみを出し抜いた話など、興味深い相話が記されている。第4条は、芸の暗い、第5条は、演奏中の関東史についての解説。第6条から13条までは音曲についての説明が締め、祝芸音曲、癖舞舞舞台、かかり、鉛、表紙、意などがライバルたちのエピソードも交えて詳細に語られる。第14条からの3条は、作能についての話題である。 脳の本を書くこと、この道の命なりと述べたように、ゼアミは、作能を、極めて重視している。筆者、元吉は、脳の作り方を主題とした、伝書、三道をゼアミから送電しており、特に作能について、ゼアミから教授を受ける機会が多かったと、推測されている。第十四条では、その、三道のまとめとともに、過去のゼアミ自身の作品にも論評が加えられ、 改めてゼアミが応援年間以降の自作に自信を持っていたことが記される。第15条は構成論も含めた脳の書き方についての注意点。文章上は良い展開に見える曲も実際の演技にぐうものでなくては意味がない言葉の余韻を大切にし文章は簡潔かつ意味を明快にせよなど多くの作品を書いたゼアミらしい実践的な注意が含まれている。 第十六条は、作能にあたっての心得、そして、三道に挙げられた作品の作者紹介も含まれ、貴重である。第十七条は肝心猿学の舞台、さじ記についての具体的な留意事項、そして沖縄についての具体的な記述が見られる。ここで、世阿弥十二歳の今熊野の講演において、初めて沖縄をザの大部が演じることになり、 沖縄米そのものが変質した瞬間が語られ、結果、談義が書かれた頃には、本来の形での沖縄米はほとんど行われなくなったことが記されている。第18条は、装束や道具。第19条では面についての細かな注意。第20条では増え、狂言の名人の名が挙げられ、第21条では、コンパル座、混合座、十二座など、中央で認められていない。 大和猿学の座が紹介されている。第22条は、能面とその作者についての文章であり、面作者についての最も貴重な文献である。第23条は、猿学書座の発祥についてである。勘阿弥の出生についても語られ、勘絶家は、無論のこと、能学に関わる書家の起源を探る根本資料である。また、道阿弥の 道が義光の法名を配慮したものであること、世阿弥の名を、是と読むよう指示したのも、義光であることなどもここで語られる。第24条は世阿弥をめぐる、礼言譚。第25条は、田楽。第26条は、松林の起源について。第27条、28条は、山と四座が参勤の、義務があった、幸福寺滝技能について。第29条は、 役者の日頃の心がけについて、第30条は体系立てた稽古の必要性、そして第31条が真珠法師に際しての注意である。本編31条に加えれ、勘が時代に定められた血先座の規則が掲載され、壮行と思われる聞き書きが別本などの形で伝えられている。元吉は最後に、父母への別れの和歌と毛を乗せ、著作を締めくくっている。 各社本の系統図。ゴシックは、現存本、明朝からだは三逸。ゼアミの著書は本来、道のため、家のために記された秘伝の書であり、室町時代から江戸時代の間、実に400年以上人の目に触れることはなく、20世紀に入ってからの明治41年に、吉田東吾によって、本国、観光され始めて、その存在が広く知られることになった。 猿学談義も同様で、世阿弥の直系子孫であり、著者の元吉も参加した、落ち関ん座に秘蔵されたらしい。しかし、落ち関んの経譜は早くに途絶え、その伝書は徳川家康、関ん宗僧家、また大名家などに広まっていくこととなった。なお、現在残っている、談義には前述のように僧高と思わしき聞き書きなどが付属しているが、これは元吉の原本にはなく、 別書としてまとめられていたものが、比較的早い時期に追加されたものと思われる。この危機が器単体の関税創設による写本も、関税創家に現存している。以下に、現在知られている主要な写本について記す。大名家の堀氏に伝来。堀家には他にも、世阿弥の主要な伝書が残っており、それらは、吉田東語、世阿弥十六部集の定本として本国されているが、 談義のみは口述の小杉本が定本となり、堀本は小杉本にかけた29段以降と主要な行為がこぼし記されたのに止まっている。後述する種彦本とは系統をことにし、近代まで残った談義唯一の漢本である。江戸初期の写本と見られ、おそらく最もその本来の姿を伝える両本であっただろうと評価されている。 安田善之助の松の社文庫に収められたが、関東大震災で消失した、29段以降を書く、室町後期の写本。前述のように、世阿弥の伝書の多くは、その孫、落ちかんぜ重労大部が率いた、落ちかぜ座が相続したとみられている。しかし、重郎大部の死後、間もなく落ちかぜの座は途絶えたため、六大関んぜ大部、関んぜ元博は、長男の重郎をして、 この王治官与を再興させ、旧王治官与の遺産を継承させた。この重郎は、戦国の戦乱を避け、駿河に滞在し、徳川家康の地遇を得た。その縁で、重郎は能を好んだ家康に、談義を献上した。これが後に、種彦盆と呼ばれるものである。ところが、この家康像書は、ある時期までは、将軍家が所蔵していたらしいのだが、なぜか散逸してしまう。 そして、文政年間、下作家の竜帝種彦は古本屋で一冊の古書を発見する。かつての家康蔵書である。種彦は、その貴重さを見抜いて、これを買い、また文人仲間に、これを移させた。この写本を、種彦本と呼ぶゆえんである。この種彦本は続いて、森王外の小説で有名な渋江中斎の手に渡る。その後、 堀本同様に松の社文庫に収められ、ようやく天変の末に安住の地を得たかと思われたが、間もなくして、関東大震災で焼けてしまったのである。前日の通り、種彦本は現存しないが、家康が、この、猿楽団義を、細川雄斎、織田信太だといった好き者の大名たちに、書者させており、関税宗家の暮らしたのも、関税大部宗説がこれを写したものであるため、 現在知られる写本は前日の堀本を除きすべてこの種彦本の系統を引くものである。また、吉田東吾の本国寺に、その刊末に、主要な行為が掲載されている。花は本東京芸術大学像。和学講談ところ本とも。その来歴は定かではないが、種彦本を精密に影写したものと見られ、その姿を伝えているが、影写しゆえの古写が少なくない。 花分家に伝えられたもので、竜帝種彦が言う花は保木市が文庫に収めた本がこれであると思われる。春、村本法政大学の音楽研究所像。前述の花輪本を写した山崎美成本、それを写した福王政王本、さらにそれを転写した十世詐欺伝文本を黒川春村が、開栄五年に写したものである。転写を重ねた本ではあるが、同七年に、 種彦本を渋江仲裁から借りて、それを元に構成をしており、種彦本の復元に有用とされている。小杉本吉田東語の小星印の定本で、昭和三十年代までの間、最も広く知られた猿楽談義の写本である。小杉温村が安政年間に黒川春村所有の写本を転写したものであるというが、それは前日の春。 村本とはまた別の写本であったらしい。松井本生稼堂文庫像。文政8年、書家であった中村仏庵が種彦本を書者したもので、松井漢字がかつて所蔵したことから、松井本の名がある。漢字本、抜き書き、本漢字宗家像。七代、漢字大部、関字総説が種彦本を自ら書写したもの。十六段までで書者が中止されている。 筆者による開口や誤脱が多い。また創設は、後に諸者をしなかった部分から一部を抜粋した写本も作っており、こちらも現存している。有罪本細川有罪が文六四年に、家康から借りた種彦本を諸者したもの。この有罪筆の現象自体は散逸しているが、これを転写したものに、大鳥山文庫像、細川十部伝書の一冊である、大鳥山本、また、 江戸時代後期にコンパルザによって移された宝山寺倉の金春本がある。前述のように本書は明治41年吉田東吾によって本国、刊行され、初めて一般の人の目に触れることになった。しかしこの本国は猿学談義の存在を広く伝えることには寄与したものの著者を重ねた小杉本を手本とし、種彦本と堀本で訂正。 かけた29段以降は堀本を使うといった具合に厳密さを書き、また翌年、世阿弥十六部集に収められた際には、五色も多数含まれていた。のせ朝次ぎは、世阿弥十六部集表尺で、松井本、関瀬本を行為に用い、川瀬和馬は、世阿弥十三部集で、花輪本、また、五色の少ない明治四十一年の本国を参考にしている。戦後、 表彰が携わった岩波文庫版、猿楽談義、ゼアミ全地区書集の本文では、各社本を参照し、原文を復元する試みを行っている。ありがとうございます。